カタツムリを折ります。まずこちらを三角に折ります。角と角を合わせて三角に折ります。辺と辺を合わせて外側に向けて折ります。裏返してこちらの角から斜め上に折ります。こちらの角を後ろ側に折ります。こちらの角を真ん中で切ります。後ろ側を通って外側に折ります。模様を描きます。角を後ろ側に折ります。こちらで完成です。